シーギリアは、スリランカの中部州のマータレイにある遺跡である。シギリアとも、シーギリアの遺跡は、5世紀にカッサバイス製によって建造された、要塞化した岩丈の王宮跡と、それを取り囲む、水路、庭園、貯蔵施設などの都市以降からなる。岩山の中原には、シーギリアレディとして知られる、フレスコの女性像が描かれている。当初は500体とも言われたが、 風化が進み現在は18体だけが残る。シーギリアロックは、稼道内のマグマが硬化してできた岩形で、形状は、大円柱、標高約370メートル、岩形そのものの高さは、約195メートル、全方位が切り立った崖になっている。王宮への道に築かれた、ライオンゲート。現在は、前足の部分しか残っていないが、もともとは巨大なライオンの顔が置かれていた。 新原王朝の五世紀、ダーツーナ王の息子カスサパ一世は王の老いであり軍司令官でもあった。身柄の支援を得てクーデターを起こし、477年には父親から王権を奪取する。しかし、平民出身の母親を持つカスサパ王は王族出身の母を持つ弟もカラーナに王位を奪還されることを恐れ、長らく首都であったアヌラーダプラを離れ、 より安全なシーギリアへと戦とした。カッサパが在位にあった477年から495年の間、シーギリアは複雑な市街と防衛機能を合わせ持つととして発展し、即位から7年後にはシーギリアロックの頂上に王宮が完成する。一方、兄カッサパからの難を逃れていたモッカラーナは、亡命先の南インドから軍隊を引き連れ兄に戦いを仕掛ける。当初は、 カッサパ王が優勢であったものの後に劣勢に転じ、観念した王は喉をかき切り自害、四百九十五年、シーギリアは陥落する。王位についたモッカラーナは、シーギリアを仏教像に寄進し、再び東アヌラーダプラへと移した。シーギリアは十三世紀から十四世紀頃まで修道院として存続するが、徐々に衰退。その後は十六世紀から十七世紀に、 キャンディ王国がこの地を文営として利用するまでの間、記録は残されておらず、また同王国の衰退の後にも再び放棄された。建設から1400年の後、イギリス統治下の1875年に、イギリス人によって、岩山に描かれたフレスコ画であるシーギリアレディが、発見された。シーギリアレディ水路、庭園、貯蔵施設ことシーギリアは、1982年、 世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。入場料はスリランカ国民は50スリランカルピー、外国人は30アメリカ合衆国ドルであまりの価格差別で外国人観光客の貧縮を買っている。なお、スリランカの居住ビザを持つ外国人は一旦30ベイドルを支払い、 書類とチケット半券をコロンボの本部事務所まで持っていけば入場料の一部還付を受けられる。アーサー・シー・クラークの SF 小説楽園の泉にはシー・ギリアをモデルとした遺跡、薬科柄が登場し、作中で重要な役割を果たしている。イギリスのロックバンドデュラン・デュランの西部 A プレイヤーのミュージックビデオの一部シーンはシー・ギリアの頂上で撮影された。 パノラマ写真、ありがとうございます。